さんの夢です。佐久間さん、最高のライブだったよ。最高のライブ。酒飲んでないだろうな。酒飲んでるだろう。酒飲んでないだろうな。チス。大和龍門の大剣ハイスクール。さあ、ということでですね、本日は横浜アリーナに来ております。と言いますのも、僕も昔からお世話になってます。この YouTube でも対談やらせていただいた、あの元テレビ東京のテレビプロデューサー、佐久間宣行さんの、こちらですね、ドリームエンターテイメントライブ in 横浜アリーナにですね、本日は私、カナダ、ミュージシャンとしてお呼ばれしていただきました。お呼ばれしていただきましたアーティストとして呼ばれたってことですか？そうです。ミュージシャンとして横アリに立つということで。すごいですね。はい。ちなみに、うん、他の出演者、アーティストの方聞いてもいいですか？ライムスターさん。おぉ。サンボマスターさん。おぉ。カナダ。そこに並んだんですか？そうですね。もうついにレジェンドたちのところに肩を並べさせていただくという。すごい、女ラブリーですそれなんかさっきちょっと、うん、マネージャーさんと揉めてましたけど大丈夫ですか？生歌は聞いてないやったことないから。踊りで精一杯なんです。でもね、それもそうなんですけど、ちょっといつもと違う緊張感と言いますのも、ちょっと私カナダ、まあ、日本放送さんにはちょっと因縁の相手がいました。この因縁の相手も今日いるということで、まあ、通称金子 D という、まあ、犬猿の仲なんですけど、そこと遭遇するかはガチドキュメンタリーで、僕も知らないんで、多分いると思います。あと他の出演者にも三四郎の間、シュージマンがいるんで、ちょっとシュージマンとの、急な YouTube コラボとかできるかなと思いながら、まあ、どんな感じになるか今日はとりあえず、よし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 。お願いします。いろいろバタバタしてたのかわからない。こっちの状況かもしれないけど、俺何にも聞いてない、ほぼ。本当に。女ラブリーをやるっていうのだけ知ってるけど、入り時間も俺、今日来たかも。だ早めに入っちゃいましたもんね。よくわかんない。よくわからないから2人で車で来たじゃん、早めに。ちょっと焦った、ね、やってるね。目の前すごいすごい見えちゃう。ちょっと準備して、やつがどこにいるか、今ちょっとすごい緊張感の中歩いてきて、いなかった。さっき言ってたその因縁の人っていうのはちょっとどういう経緯か教えてもらっていいですか？まあ、端的に言うと、まあ、数年前に、まあ、日本放送さんの、まあ、年またぎの特番が三四郎がやったの。そこで、まあ、ちょっと前から俺もゲストで行ったりとか、お酒飲んで乱入したりとかっていうのがいろいろあっての、カナダが街に出て飲み屋さんに入って若者の話を聞くみたいな中継があった。でそこに一緒についてたディレクターで、金子 D っていうディレクターがいて、でそこでバーッと飲んでみんなの話を聞くんだけど、俺は飲みたくなかった。なぜならちょっと飲んで乱入みたいなネットニュースバンバンなってたから、はい、で俺は飲みませんと今日、はい、で金子 D は飲んでほしいわけで、飲んで、なんなら飲んでみたいな三四郎に言われてて、金子 D も飲んでくださいカナダさんつって、で一緒に若者たちも飲んでくださいよって言うから、じゃあ一杯だけつってちょっとだけ飲んだ。でしたらすぐ金子 D が本部に電話して、カナダさんが飲みましたと、もうこれは完全に飲まないって言ったら飲みましたみたいな。ああ、そこまでちょっと演出が入ったから、俺はそういうガチでやりたいの、なんでそんなことすんだよって言って、中継中にちょっと揉めたの。マジで空気悪くなるみたいな。あ、もう口論になったというか、そう口論になって、しかも若者たちも引いてるよ。ガチのディレクターと芸人さんがロケ先で喧嘩してる。話違うと思う、なんでそんなことやるんだよ。いやでも絶対こっちの方が面白いんだよみたいな。向こうも面白くさせたいで、俺は自分のちょっと行きたい方向と違ったし、ガチで行きたいし、そんな。そんで、その後まあいろいろ中継があって、最終的に日本放送行くのよ、ブース内にね。そしたら三四郎もいるし、佐久間さんもいるのよ。
で佐久間さんの前であのわーって結構お互いやっぱ酔っ払ってたし、フラストレーション溜まってたからわーって言い合いになって、そっからマジでガチ喧嘩で最終的にお前面白くねえんだよとか金子 D に言われて、ふざけんなお前っていうところからもう数年経って、会ってないですね。だって酒飲んでんだよディレクターが。でその後金子 D はなぜかわからないけどチーフディレクターに出世してるから、そう仕事できる人俺はそれが悔しいんだよ。で因縁なんだよ、犬猿の仲だし。だから今日さっきいるかなと思ってここまで来るときにさ、ちょっとあれと思ったけど、もしあったらもうそのまま本当にあのブレーキングダウンみたいになるマジでブレーキダウン、お前勾配きちいぞってなるから挨拶からいきなりバーンなってもうもみくちゃになる可能性あるからちょっとそこ気をつけた方がいいかもしれない、うん、いや本当気をつけない。使うかどうかは分かんないし、裏側ちょっと、とんでもない方、いらっしゃいました、シュージマン、かぶって、同期の三四郎、あいだ、出た、金髪万博少年、出ました、何してんの、こんなところで何してんの、いや、嬉しいよ、やっぱり。やっぱもう、ね、三四郎のオールナイトニッポンにはもうかなりお世話になってるから、かなりお世話、あ今日は確認ですけど、うん、お酒は今日ね、車で来た、車で来てなかったら、まあ、テキーラ3杯ぐらい行ってる車かやつどこにいる、あれうちのオールナイトのあれかな、ディレクターの金子かな、正解、金子は今日はね、観客として来るって言った、え、あ、携わってないの、携わってない、うん、なるほど、ノータッチ、まあまあ今日やったしね、朝まで、そうだよね、そうそうそう、いやもし俺今日本当に現場で会ったらマジ始まっちゃうからだから本当に今日俺ブレイキングダウンだと思ってきてる、だから飲んでて欲しかったんですよ、ね、2人とも飲んでるやつが面白かった、いやこんな昼間から、いやでも本当に今日もしなったら本当にすぐつかみ合いになると思います金子だけどこだっていうのでずっと回ってた昨日も何の時だっけな、アフタートークかなんかの時にカナダがいるっていう話になって、カナダと金子バチバチだからなっていう話になった時は、あの金子はなんかそのいい顔はしないよねやっちゃいましたみたいないやマジここで会ったらもうこのままカッグラグラ掴んでカッで、ウリタさんが止める、そうやめろ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 、ウリタさん役をやってほしい、ちょっとその感じ、ちょっともし何かあるといけないから、このことを知ってるのはもうシュージマンしかいないから、相手しあ、じゃあ、すみません、後ほどじゃあ、お願いします、カメラ残して、あなたが行くのどういう番組、おなら、恥ずかしくないよ、ありがとうございます、ちょっとメイクに行ってきます、そうそう、もう本番しようで、はい、いないだろうなちょっと行ってくる、ストイックですね、すごいめちゃくちゃやってたんで、よろしくお願いしますはいはい、あもうスイッチがもう入ってます、もう本番始まってます緊張してないですか、大丈夫ですか、緊張してますしてないな本当ちょっとね、太陽がもうつけたら始まってんじゃん、もうイベントご無沙汰してます、セットプーです、ピッ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 
緊張しますね、もう直前だから。もう来るよ、仕上がった本番前。ちょっと練習したいから。まだ3人揃ってはやってないですか？まだ1回もやってない。ちょっとユリプに関しては今日さっき歯を神経ごと抜いてきてる。そうです、体調とかの、うん、でミカプーは産後4ヶ月、今日とんでもないことになる。それで横張りだから。カナさんだけ万全ですか？俺だけちょっとだけ痛風が顎に来てる。痛風、痛風が顎に来てる。痛風が顎に来てる。もう肘とか指先とかじゃない、膝とか。もう顎に来てる。みんな手負い女ラブリー。楽しみにしておいてください。手負いだからみんな。あとですね、ちょっと緊張して、ツイッターの方が。おじさんの夢です、佐久間さんは。ありがとう。ありがとうございます。ちょっと2カ所ほど怪しかった。うん、ちょっと怪しかった。まあ本番は、あとはもうテンションで。テンションで。なんかさ、今のさ、ここがちょっと。そう、ここね、ここいつも前に、ね、どっちが気になったら1番と2番間違えた。そうね、まあ、まあ間違ってるか。大丈夫、大丈夫みたいな。すごい、うん、私たちこんな、この人数の前に出ることもないけど。確かに、いやでも、横へ立てるミュージシャンがいないんだろう、俺だった、俺だって緊張してんだ。最高のライブ。普通にちゃんと盛り上がった。めっちゃ盛り上がった。ただ黒沢さんが盛り上がりすぎて。黒沢さん半端なかった。ちょっと弱くなってる。さっきまで楽しかったのに、最後とんでもないぞ。横割りが。ました。しっかり滑ってきたぞ、横割りで。こっちまで良かったのに。急に大喜利させられて。そう。一番向いてないんだよ、大喜利が。おじさんが回ってる。すごいな。佐久間さん、おじさんの夢だね。マネジメントがいないとこういうことになります。事務所ってないんです。お疲れした。お疲れした。いやいや、ありがとうございました。お疲れ。いやー、女ラブリー最高に盛り上がりましたけど。いや、盛り上がってたね。その後がやっぱりちょっとまさか大喜利になるとは。いや、だってクイズだったんだけど、はい、問題がちょっと大喜利っぽい、大喜利の回って答えだったのは何だったじゃん。そうですね。それはでもさ、はい、でもさ、その、はい、なんつうの、まあ本当失礼なんだけど、そのよし来たじゃないの。ずっとマジで顔引きつってました。そうだね、はい、うん、それは伝わった。でそれが、はい、1万人の観客に伝わっちゃったから、はい、フランサーブルなかった。すぐバレるかもしれない。いやもう完全にヤバかったです、うん、でもちょっと金子 D が全然顔見せないんですけど。じゃあ客で来てたらしいから。挨拶来ないんですか？来ない。え、うん、会えるかもしれない。なるほど。はい、はい、あ、もちろんです。あ、いや、あ、来た。あ、来た、来た、来たぞ。ほら、佐久間さん来ないって言ってよ。いやいや、来ましたよ、お疲れ様でした。いや、ちょっと、すみません。いやー、その、本当は、オールナイト日本やらせていただいて、本当に。いや、本当に頑張ろうね、これ頑張る。酒飲んでないだろうな。酒飲んでるだろう。酒飲んでないだろうな。飲んでる、ちょっと。あれで
俺はあんなもんじゃないからな。あんなもんじゃないからな。選ぶな。あのお前とやってた頃の一ディレクターじゃねえんだ。今の立場なんだっけ。オーナーと一本チーフでよろしくお願いします。またなんか呼んでください。先生と飲まなきゃさ、2人とも。そうですね、白く、はい、白くて、まあ、そうですね、今度はなんかお茶でも。お茶で済むかな。いや本当にちょっとこれは本当に今日 見てたんですか。はい、あもうすごい、うわーすごい、ありがとう。いや、あの人全アーティスト、あのカメラ間違ってたんですよ。意図してないやつで笑ってんじゃないよ。そこじゃないからだ、俺の面白さ。わざわざ自分でさ、はい、俺は動きと顔をやってんですよって俺に振ったから、今日やればいいじゃん。カメラ間違えた。あれはでもめちゃくちゃ受けてたから。ありがとうございます。そういう意味でもありがとうございます、皆さん、本当に。ああ、いや、本当に。あれ、金子通じだったんでしょ。あ、はい、通じだった。なんだろう、石井といい、金子といい、金子といい、小宮といい、R といい、みんな。みんな通風だ。その超発想して。え今あ、じゃあもうちょっと勝負をお預けだね。お互い勝負をしてる。もう通風が顎まで来てるから。俺、顎の関節を作ってるから。一回死んでんの。心臓通り越してる。そうそう、一回死んでる。そうそう、下から上がってきて、今度顎に来て、もう一回戻ってくるらしい。寄生獣じゃん。そうそうそう。いや、そうなんですよ。いや、もう本当に、ありがとうございました。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 はい、どうもありがとう。ありがとうございます。皆さんありがとうございました。ありがとう。ありがとうございました。高評価とかなんかあのチャンネル登録とかなんかあのよし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 。